柴戸、これはアルトゥール・シルバのタックル。右から中村クロス、トーマスだよ、レアンドロ、長井のシュート、長井2度目のチャンスは逃さず、長井健介。シュート打った瞬間の長井のポジションはオフサイドには見えなかったですけどね。はい。